どうも、達也です。今回はですね、効率のいいレベル上げの方法を紹介していきたいと思います。で、早速なんですけれども、まず、このレベル上げの、まあ、効率のいいね、レベル上げの方法に必要なものがあって、まずこのトレジャーマップですね。トレジャーマップ。で、まあ、プレイしている方はご存知かと思うんですけども、このトレジャーマップをどうやって手に入れるかというと、浜辺や海岸などで、光った瓶が落ちていて、それを拾うと、このトレジャーマップを拾うことができて、もちろんね、宝物が手に入るっていうのは、のもいいんですけども、プラスアルファで、実はこれ、まあ今から、まあ、今回ね、レベル上げ、効率のいいレベル上げ、なんでトレジャーマップが必要になってくるかっていうと、ちょっと実際にね、じゃあ、この、もう今 K11 のトレジャーマップあるんで、ちょっと行ってみましょうか。ちなみになんですけどね、これ実際にどういう感じで海岸沿いに落ちてるかっていうと、こういう感じで瓶があって、近くに行って、E を押すと、こういう感じで、地図を、しかもめっちゃクオリティ高い。こういう感じで手に入ります。で、まあ夜だと比較的見つけやすいですね。今先に見えるかな？映ってるかな？まあ、ちょっと先に見える。ポツポツと光が見える。海岸通りですね。見えると思うんですけども。あれが、そのトレジャーマップが入った瓶になるんで、まあ夜だと、夜に海岸さんに行って、まあ、この砂浜を歩いていくと、だいぶもう手に入るんで、まあおすすめは夜に探すって感じですね。それでは、まあ実際にね、このトレジャーマップの使い方なんですけども、まずは、インベントリにはめてもらいます。で、そうすると、まあ、こういう感じで、自分の、マップと、トレジャーマップ、宝の地図を見れるんですけども、これちょっとトレジャーマップ、なんか自分の地図をアップしていきましょうか。で、まあ、例えば K11 に来ました。K11 の宝、トレジャーマップ持ってて、K11 に来ましたってなったら、まず島の、こうですね、こういう感じでアップにして、で、この、マップとトレジャーマップを見比べて、ちなみにこれ、向きが、上下左右逆さまだったりとかするので、ちなみにこの、今右に持ってるマップは、この島のですね、この島の地図になるんですけども、じゃあ来ました。この島に着きました。どうやったら、その宝の場所がわかるかっていうんですけれども、もうこのですね、スロットに入れてると、入れてるとですね、決まって。こういう感じで、あそこにもうすでに見てますね。赤い光。あれが、この宝の地図の宝の場所になるんですよ。で、ここで注意が必要なんですけど、宝の地図のある島に来ました。あ、じゃあ、宝を、じゃあ掘りに行けばいいんだって、スコップだけ持って掘りに行ったら、大変なことになってしまうんで、必ずですね。もう事前に言っときます。ゴーレムが湧きます。宝を守ってる、まあ、モンスターみたいなのがいるんですよ。で、そいつらが湧いてくるんで、必ずですね、宝を、取りに行くときは、まあ、スコップを持って、あと、しっかりと装備を整えて、宝箱を取りに行ってください。で、じゃあ、めっちゃ、斧持ってるも、斧持ってるよ。剥ぎ取っといて。じゃあ、早速行きましょうかね。で、おすすめは、ちなみにこれ僕今この鉄の鎧着てるんですけども、革、海賊の服みたいなやつ。あれでも、一応、なんとか耐えれました。ただ、それは古門の、宝箱を守ってた、ガーディアンたちだったんで、まあ、いけたのかもしれないんですけども、クオリティの高いものに関してはもしかしたらもっと強いモンスターが湧くかもしれないんで気をつけてください。で、今回はこのね、クオリティの一番低い古門のトレジャーマップのモンスターを倒しに行くんですけれども、前にヘビがいるね。ちょっと待ってよ。ヘビを倒したい。よし。それで、そうですね。まあ、鉄の鎧があるんだったらこれを着てもらって、革の装備。でも、一応いけます。武器に関してはまあ、好みがあると思うんですけども、おすすめはこのメイスですね。
トゥーハンドメイス、これが一番おすすめです。で早速いきましょうかね。で今回はトレジャーマップの紹介がメインではなくて、レベル上げの紹介がメインなんで、どうやってやるかっていうと、まずこの赤い光の柱の近くに来ると、ある一定のラインでモンスターが湧き始めるんですけれども、大丈夫、準備 OK、 よし行こう。こんな感じで湧いてきて、で湧いたすぐに近づいて、こうやってハンマーでボーンってやると一気に倒せます。これおすすめですね、この方法が一番。メイスで一気に敵がまだ分散する前に一気に叩いて倒すと。でこうすると経験値がねめっちゃ手に入るんで、特に今、これ収録してる時は倍率イベントが来てて 2.5 倍なので、めちゃくちゃ経験値入ります。で本来だったらここで、スコップに切り替えてこの下を掘ると宝箱が出てくるんですけども、こういう、実はこれ放置しててちょっとしばらく経ってまた戻ってくるとまたモンスターが湧くんですよ。なんでめちゃくちゃ経験値稼ぎいいです、これ。よし、行こう。戦闘モード早かった早かった、おらっ、よっしゃ、いけまとめて、よし、あとはもうボスだけ。楽勝や、おらおら、おーし、ナイス。で、ちなみに、あ、待って、またビーが来た。はい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 、はい。実際に宝箱を開けるときは、こういう感じで、おー、スコップを装備して、スコップを手に持って、下を向く。で、クリック。で、長押ししていれば、こういう感じで、箱が、地面から、おー、手に入る。こんな感じで、トレジャーボックス、手に入ります。で、ちなみになんですけども、もし、トライブの他のメンバーが一緒にいたとしたら、そのトライブメンバーにも、アイテムがいきます。ちょっと実際、投げてもらっていい？今何が手に入った？あ、こういう感じで、ほら、一緒にいるね、仲間にもしっかりと、宝箱の中身が手に入るんですね。あ、いいじゃん。え、ヘルメット着てる、鉄の。おお。あ、ヘルスが 1.122% 上がる。なるほどね。あー、いいね、いいね。これピッキル、あれ？これクライムピッキルは、あ、手に入ったのか。あ、これは、あ、ブループリントね。ブループリント。オッケーオッケー。こんなとこで、あれする？てか、家あるんですけど。それそうだよ、こういうことあるよね、と思って。やばい。はい。あ、クラクラしてる。クラクラしてる。OK。OK。他人の家の下で宝箱を開けるとして。いいもの。お？なんだ？あ、また鎧が来た。あ、耐久値は高い、これの方が。耐久値高いのいいよな。よし。あ、ぼっちぼっちって感じだったわ。行こう。よし。ちょっとしばらく時間を置いたので、戻ってきました。多分ね、もう湧くと思うんだよね。あ、湧いてきた、湧いてきた。こんな感じで何度もね、一回倒したからといってもう沸かないわけじゃないんで、こうやって何回も沸かせて、お前邪魔、ほら倒していけば、あ、もうレベルアップしてね、もう本当にガンガン経験値めちゃくちゃ美味しいんで、こいつらで大して強くないという、まあ、このボスはちょっと強いんで、まあ、若干ね大して強くないとは言ったけど、ボスはやっぱ強いんで、
他の雑魚は、まあ、1体ずつ倒したりとか、まあ、まとめてね、今みたいに倒すと、あ、これどうする、もう掘っちゃう、じゃあもうレベル上げだいぶしたから、僕らはここも入るで、よいしょ、よーし、なんか微妙なやつかな、プレートが、あ、プレートいいね、あの耐久値が変わんないな、でこんな感じでやってればもう47ですね。もうこの島で多分10ぐらいレベル上がったんじゃないかな、多分もっと上がってるわ多分。それではね、あの皆さんもぜひこんな感じであのトレジャーマップをね活用してもらってレベル上げ頑張ってください。それではこれ手触れる、手触れない、手触れないね、でウェーブバイバーイ。